さあ、それではお待たせしました。まずは水木のコードルへの道ですね。はい、紹介していきましょうか。ザクザクさん、唐崎小学校出身の学校です。子供も通ってます。ほう、聞いてるで。子供も帰ってきて聞いてます。昨日レイクス来てましたよと。昔はかなりのマンモス校、懐かしすぎ。子供も歌ってると。ちょっと違ったけどいい感じって来てますね。ありがとうございます。はい、そしてですね、こちらはラジオネーム B さんですかね。はい、自分のいた時と演奏が随分変わったみたいですねと。音程ですが、まあ次は頑張ってくださいと。はい、はい、そしてですね、こちらはゴールドさんですかね。今日の難しい効果やねと。プレッシャーかけられてたけど明るく楽しい感じでよかったね。来週も楽しみにしてるでな、などなどいただいておりました。ありがとうございました。さあ、それではですね、はい、ここで今日のテーマ、ドラえもんがハリウッドで実写化、アニメとどう違う、いきましょうか。届いてます。まずはこちら、ヒエヒエの化身さんからです。はい、では行きましょう。ドラえもんがハリウッドで実写化、アニメとどう違う。ドラえもん、ドラえもんの寝場所がウォークインクローゼット。言うたら押し入れなわけやな。そうそう、ガザイから、それがアメリカやから、うん、おしゃれにちょっと、うん、ウォークインクローゼット立って寝てることがベイマックスみたいな感じやな。充電してるから。ウォークインクローゼットやったらなかなか広いですよね。広いな、とか部屋みたいなもんな。はい、じゃあ続いて、はい、こちらムッキンポンさんからです。はい、では行きます。ドラえもんがハリウッドで実写化、アニメとどう違う。ドラえもん、ドラ焼きにマスタードとケチャップをかけて食べる。ホットドッグ的な感じの。ドラ焼きじゃないやろな、だからホットドッグとか。あの向こうのアニメ、うん、ドラえもんって結構いろいろな地域でこう放送されてるらしいんですけど、あるよね、スペインとか中国とか。北米版のドラえもんは、うん、パンケーキらしいよ。らしいな。へぇー。ドラ焼きわからへんもんな。そう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 、そう、うん。俺もさっきあのスタッフの人に調べてもらって聞いてんけど、うんうん、ドラ焼きがパンケーキで、うん、使ってるお箸がフォークとナイフに変わってんねんて。へぇー。お小遣いもドル紙幣でもらってんねんて。あー、なるほどね。あ、そっか。アメリカのとあるところという設定やねんて。うん、だからそうなってるみたい。まあそういう違いっていうのはね、うん、ありますけれども、うん、我々としてはもう爆発力の方あるね、うん。だから今のそういう系の答えは全部消えました、うん。そう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 。そういうことよね。うんうん、ちなみにジャイアンはビッグ G っていうらしいです。かっこいい。ビッグ G。で、スネオがスニーチっていう。スニーチ、うん、かっこいい。さっき調べてもらったら見たらね。へぇー。静ちゃんはサイレント？静ちゃんはスー。スー、うん、スー、サイレントって呼ばれる。スー、人の名前サイレントって呼ばれる。そういう呼び方があるんや。うん、そうらしいよ、うん。ドラえもんはドラえもんなの。ドラえもんドラえもん。向こうの人からしたらどうなんだろうね。ドラえもんって言いやすいのかね。ドラえもんですよ。うん、そういう感じだよね。R やから、オロロになるじゃん。ドラえもん。ドラえもん。うん、最後で最後。N やからね。うん、ドラえもん。はい、じゃあ続いていきましょう。はい、続いてボーンチチさんからです。はい、ではいきます。ドラえもんがハリウッドで実写化、アニメとどう違う。ドラえもん、のび太の家でさえプールがある。あー、なんかアメリカの家で大きいイメージあるもんな。そうやね。うん、日本と同じ値段でも全然広さと豪華さちゃうらしいな。違うやろうね。向こうで家建てようと思ったら、うん、同じ線の。家具とか全部ついてるからね。あ、ついてるんや。もともと。へぇ、やっぱ日本は狭いからその分高くなっちゃうんですかね。それもあるやろうな。だからアメリカで喫茶カフェやったらスターバックスぐらいの大きさになるよ。同じ値段やったら全然ちゃうからね。それぐらいの大きさになるよ。来てくれるね、それだったらね、人ね。でもやってんのおばちゃんやで。一人やで。はい、じゃあ、この後4時半も引き続きメールお待ちしております。